咳が止まらず、はい、微熱が続きます。私が原因で家内にも移してしまいました。インフルでもなし、コロナでもないようです。そんなこともあり、今日の晩ご飯は久しぶりにほっともっとの親子丼ぶりです。ここのほっともっとは車で 1,2 分のこともあり、とても便利です。以前よく利用していたのですが、ここ1年以上利用してませんでした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が素敵で良い日でありますように。